の場所に巻いときゃ余裕だと思う。ダンゴムシがやばい、俺は。さあ、じゃあ序盤任した。俺行かない方が楽だ、巻き込まれるだけだから。クマさんにつけれねえのかな、直接。これパワーポスト、仲間いらない俺今回。銃のタイプは仲間いる。あ、俺は取ってもないよ。ファーフも一緒に後ろから。クマさんに一人で任せよう序盤は。え、邪魔だろ俺ら。いる方が反対から。ここは広いじゃん。まあ燃やすけど。でしょ、一瞬で終わるでしょ。いらんでしょ。この先にちょっと脇ポイントがあるか。間に合ったか。関係ないか。ここ楽だよこいつ。燃やしながら進むだけだから。それについていこう。見えねえな。おっ、なんていうか自動設置式ばっかりだからね、持ってってもすぐ次の準備しなきゃいけなくなるから、あんまり。むしろあれだな、あのブリンクボールかな、上で打ってんの。スターダスなのね。角が高かったもん俺。ちょっとだけストップ。ストップ。ストップ。はいよ、攻撃力アップ。いってらっしゃい。シーン、青い光。テレポーションアンカーだ。俺コロコのアンカー見たことないんで、クマさんが一緒に壊しちゃってるから。ドラグーンでクマさん、もうねえぜ。ほら、なんか確認したことないんだよこれ。テレポーションアンカーだじゃなくてみたいな。どこあるのか教えて。いった、ダンゴムシ飛んできた。どこ行った。さあ行くか。はい、もうダンゴムシは怖くない。あ、まずい。え、なんかそんなシールドできたの。え、盾構えてるから。あ、盾だ。飛ばない。スーパーアーマーつけるなんか強化装備でもあるかも。レンジャーだけだ。あぶれ、タカちゃんかこれ。レンジャーあるよね、スーパーアーマー。爆撃で倒れないってやつ。確かあれ装備したな。ダンゴムシかと思ったらタカフィールっていう名前がある。それ確認することはいいことや。大体いつも撃ってたら確認すればいいんじゃないかなっていう。よし、さあさあ、そして1個目のアンカー。危ない危ない、燃えるぞ。あれ、なんか壊れたんだよ。クさんの前に来たからか。そうだよ。タカちゃん分けてくんない。2台目完成してない。まだ、もうちょっと考えた。暗いな。それの HP いくつだ。クマさんが焼き終わったら出せる。タカちゃんがあれに、ああ、後ろに来た、後ろに来た。エコーかかりだしたんじゃないか。知らんが、なんかエコーかかってる、うん、なんでわかんない。マイクが急にエコーかかりだした。知らねえ、わからねえ。ここは任せるか。危ねえ、危ねえ。俺乗り物持ってないからきつい。そうか、岩もかかってる。ここで撃てばいいんだな。おめえ、これが燃やされるとか無理だね。これは先にキング倒してからじゃないと無理かな。とりあえず入り口で暖房燃やしてるから。ああ、ルベルト主や。お、ちょっと貸してくれ。はい、よく。おいおいおい、気をつけてくれよ。おう、じゃあクマさん、俺ら攻撃に入ろうかな。うん、止めてほしかった。いけるいけるいける。よし、狙い撃に入ろう。ここだ、オッケー。当たったら光るからよく見える。ほんとね、明るくていいな。綺麗な穴みたいな。光らない穴みたいな。焼かないでね、俺たちの前に焼かないでね。いや違う、近寄ってこない限り。落ちた落ちた落ちた。ダンゴムシが来てるな。ダンゴムシ終わったら出落ち用に巻きに行こう。雲終わった。終わってるっぽい。ちょっと誰か、まあ、じわ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 前に出てきて死んだよほら。
誰かの NPC がじわ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 炎の中に入ってったよ。あと1体。うわ、敵が飛んできた。よし、オッケーオッケー。じゃあ、巻こうぜ。はい、準備どうだ。回復しかない。武器が全然出てない。もう武器。俺は FZ をこの下に巻くでいい。よし。よし、ぜ。で、ゼクサーを来られないようにちょっと手前に巻いておこうかな。もう燃やしていいの？待って。タカちゃん、もう弾ないっしょ、多分。全部巻いた。はい、じゃあ俺の、はい、巻くわ。いいよ、持ってくれ、新作。上から湧いて出るから。燃やしていいの？はい。いいよ。OK。出たー。あ、いいよ。あと全員焼いてくれるから、タカちゃんもうちょっと引いとこうぜ。マジマジだ。現地の火炎放射が勝手に焼いてくれるから。なんかもうおらへん。もうおらへん。もう終わってんじゃん。キングだけはキングだけ。あー、じゃあもうちょっと焼いとこう。キングが死んだ。火は危ない。なんか2個ぐらい見えるけど、いけるか。いやだ、火止めとこうぜ。火危ない。あそこからダンゴムシ出てくるんじゃなかったっけ。お、武器も出まくってる。おいしいおいしい。なんかダンゴムシ落ちてったで。俺らこれ下回らなくてもこの直線距離で登れるよね。確かに。いやー、いってこっちから行った方が早いよ。ほら、もう追いついたよ。で、ここの後ろから大量にアリが来るから、次の火炎放射はこの辺に巻いときゃいいのかな。いや、入り口にしようか。ここ入り口じゃない。ちょい先でしょ。うん、あれ？この細いところに入り口にしよう。新作デプスにしよう。奥の方は熊さんにさっき一緒に全部壊せてた。そうでもない。今ならいける。待って、準備する準備する。後ろから敵が来なければ、まあ、まあ、来て大丈夫だけど。あ、やべ、もう来てる、もう来てる。タカちゃん、急げ。なんか、わらわら来た、わらわら。でも、ゼッターは先に入ってる。あ、だっこちゃん。あ、そうっすね。え、出て出て出て火炎放射が後ろに来た。ちょっと、なんで？あ、逆だ。敵が近くなかったから。敵が近くなかったから逆にこっち来ちゃった。ちょっと待って、俺に対して。うほー！アンカーの破壊に成功。死んだ。まあ、多分戻せるはず。今なら今。でも、その解放者が全部やってくれるだろう。止めようか。投げる方間違えた。タカちゃん、火止めて。ちょっと危ない。行った上回復集めよう。あー、癒される。タカちゃん、そこよろしく。あら、どっちだあれ。下にもまだ大量に残ってたよね。下にいるな、あれ。ちょっと回復取ってみるわ。あ、もう目の前にいるわ。てか、なんか NPC が戦ってる。狭いから戦ってるわ、ここで。じゃあ、クマさんの後も。俺、回復取ったら合流に行くわ。落ちちゃうわ。おう、倒しちゃったね。また湧くんじゃねえ、どっかで、急に。大丈夫？まあ、基本下に、下にでしょ。後ろからはもう湧かないと思うけど。出落ちの場所確認しないと。これは出てみないと。わかんない。だから、せめて目で見たいんで、どこから出るか。広いのに敵がいない。キングだって聞こえた。あれ、なんかいっぱい出てきたぞ。いっぱい出てきたな。どっちから来る、あれ。クマさんのとこだけか。他に道あるか。どっかこもれる場所ある。
あるわ、他に道。とりあえず俺はもう前進する。全速前進だ。あ、でも結局クマさんのところの道か。やばいやばい、今リロード中。マジマジ、どっかこもれる場所ない？こっから広いな。大広間入るの待って、その入り口に。こっから広いからちょっと入れないな。こもれるものを用意してみた。仲間がいっぱいいるんで邪魔だ。投げよう。そーい、ちょっと待って。そーい、多い。ファイヤー。よし、来た来た。あとアンカーあるんだよね。2、3本。すぐパワーポスト。奥に？うん、今上から落ちてくる感じで出現したから。ああ。でてて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 。ちまあいいや、前進しよう。え、マジ？ここじゃしょうがない。うわ、この火炎放射器のあれが。アンカーいた。この火炎放射器消してくんね。はいよ。前進します。取っちゃう。ああ。クイーンだな、あれ。キングだな、キング。キングいるな、あったかな、ここ。あ、いたわ。あ、見えた。はめるか。当てる、当たった。キングはめる。キングの奥にアンカーがある。あ、ほんとだ。アンカー俺も確認。アンカー一つでも減らせばだいぶ楽になる。アンカー1個壊したでいい。OK、2個目壊して。これ火力ねえな。科学、気をつけて。俺、科学がどこにいるかよくわかんないから。アンカー2個目壊したでいい。こっちも壊したから。なんかまだある。あ、まだあるわ。確かまだある。やばい、キングがこれをしてきた。なんかに噛まれてぶっ飛んだ。死んでないのにぶっ飛んだ。なんじゃこりゃ。退却。これと3人こいつ殺しとかねえと。いやー、あとはよろしく。ちっこい雲に潰される。はい、あとやろ。カーが死んだね。回復しとくこよ。もう弾なくなったから一回帰る。なんだよこれ。あ、壊れた。俺が壊しちゃったの。壊れた。あと1個かな。あと1個。あと1個。なんだよさっきからよ、このデプス邪魔くせえな。あと1個。さっき壊したやつの横にある。キング来た、キング来た、帰ろ。シュ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 。帰ろ。おやす。死んだ。こっちこっちこっち。俺を盾にしとけ、とりあえず。俺が調子乗ったせいで先輩になる、これ。いや、めっちゃ前おる。今。クマさん引きながら、ちょっとずつ。大丈夫。まだ大丈夫。パワーポストも巻いとく。あと1個あるから、テレポート。逆に考えるとあと1個しかないんだから。とりあえずキングはやったか。いや、キングもう1匹おる。起こしてん。キングもう1匹。もうちょっと倒してからの方がいいんじゃない。ダンロプシが怖すぎて。ああ。俺が行くわ。俺が巻いとく。ちょっとやめろって。やめろって、マジで。いけ。押さえて。押し合い。火炎放射に全てやられた。一瞬で溶ける。ペペッ。こいつやったらね、こいつやってからだね。こいつやったらまた新しいデプス呼べるから。俺も攻撃力アップ。よし、デプスを呼べる。よし、やった。おう、いやデプスゴー。次のデプスある。なんかいる。火止めて。1、2、3、4。あと6匹しかおらんね。香川くんとこ行ってこようかな。いや、行かこんで。あ、でもガラガラだから大丈夫。あ、
そういうとこね。めっちゃ遠いで俺。めんどくさ。ね、なんで？なんでそんな位いる？いや、だいぶ奥のやつを全部破壊していくかな思って。ああ、ちょっと行きってみたんだね。さっき建物で。3つぐらい破壊しに行ったから。残念ながら俺は今あったいったテレポーションアンカーちょそう、シュウヤの前のそれだけで終わりやと思う。ゼックスは前に高すぎて当たんねえなあれ。周りを安全確保して、俺が生き返ったらもう一瞬で壊してきますよ。場所わかんないからね。あ、そういった死んだ死体がここにあるわけだ。あざーす。高ちゃんが見つけてくれたみたいな。うん、名前があるどうも。よし終わった。オッケー、やったな、これは。あ、あと1体2体アイテム回収を優先したいな、ここまで来たら。ダンゴムシが跳ねたどこ行った。後ろ。さすがにここで終わりだろう。次やるとしんどいけど。アイテム発見。あ、終わったよしよし。出落ちの場所分かってたら余裕だね。アイテム発見、アーマー発見。狭いからね。もう洞窟はいい。もう洞窟は行きたくない。お、スターダストが増えた。アップアップ。サンダーを。わ、ライサン Z 手に入れた、ついに。スナイパーライフル。でも、弱いんでしょ。ふぅ。ジのライサンは。最大最後の激突。ああ、平地に対応タイプ。なんか面白そうな名前やけど。面白そうな。めっちゃ来るやつ。あれだよ。バルガとエルギネスがいっぱい出てくるところ。エルギネスとバルガとあれだ。あいつ。アーケロス。ゴンがゴロゴロするやつ。ダメだ。あとエイリアンがいっぱい。雲もいるし。シクマさん、まだ行っても大丈夫だな。行く？行けるな、行っちゃおう。面白いとこだよ。クマさん次第。まだ行ける。オッケー。明日休みだな。休みだけどさ、あんまり遅くまでやりたくはないよ。じゃあビッグマンか。まあじゃあ、うまくいったとしても100ぐらいを目標で。さあ、じゃあと。ここあれじゃね、俺たちの妖精で一瞬で殺せるんじゃないって気もするんだけど、無理だった時に積むからな。ここはね、あれだよね、レイジキャノンで行きたいんだけど。やっぱホボスでひたすらだよな。ホボスで超ダメージ。こうです。ここはね、あれですよ、やっぱり俺はアイテム回収にちょっと尽力しよう。ここフォボス4の方がいいって言うけど、それソロだろって話だよね。マルチでやるんならフォボス1番強いのじゃないと話にならんよね。レイジキャノン持っていけないんだ。多分敵超過程だろうな。アーマー持ちが嫌すぎる。フゴミ。悪い。乗り物。エイリアンいるからいっぱい。エイリアンどうにかしないと。ここバルがもらえたよね、確か。もらえる。でも先にバルガが尽きると思うよ。うん。ニクスでダメージが。だからバルガを持っていく。じゃあ俺ニクスにしとく。よし、準備 OK。 まあフォース落としまくろうぜ。これでいいや。これから毎日カエル焼こうぜ。カエルかな。じゃあ行きます。99、最大最後の激突。最後とは言っていない。エルギヌスいっぱい行きます。こっちもバルガいっぱい出します。バルガって1台しかないんじゃなかったっけ、あの記事で回収したって思うんだけど。ほら量産してるやん。量産してるよね。それがウォーバルガよ。ウォーってついてるから ね初めてハードでやった時の初見の時なんか持ち帰れなかったもんね。出たところで爆発したから。
一般兵どうしよう、もらってくれいいのかな。レールガンもいるよ、った方がいいかな。もらった方がいいよ。ウォーバルガが発揮。バルガを援護しつつ接近する敵を攻撃しろ。このバルガって乗れ、勝手に動くやつ。勝手に動く。俺らが乗れるのは1機だけ。あれオンラインだったら4機来なかったっけ。4機来たはず。来たっけ4機。間違えた。そう間違えた俺。ハードの敵は1機来たよね。死んでしまう。ちょっとなんかすごいところにスプライトホルダーしてるけど。超間違えた。おお危ねえ。やり直さなくて大丈夫。生きてる、とりあえず。バグが死にそう。バグが死にそう。またミスってるね。クモ組んだよな、これ確か。アリとか。俺のじゃない、バルガの足だ。まあほら、よく使う。なんでバルガに武装をつけへんのやろ。バルガに攻撃力アップをつけたらいいのかな。バルガにつけれる武装はないんじゃない、単純に。あ、なんで二足歩行なんだっていう。あ、左から超耐えるんで来てる。防御よ。よし、ウォーバルガ来た。あ、やっと一匹倒せた。あのクモたちは肉フレッドガードで一気に倒したいな。そういえば空飛ぶカエルも出てきてたような気がするな。ここ？うん。バルガがボコボコにしようやん、かわいそう。楽だね、バルガ任しときゃ。プランゴール足りなかった。じゃあ俺もあれに加勢していこう。バルガがあの雲とかに弱いからね。バルガ起動。ウエストガードでエルギネスがリンチされる。なんや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 。即死だぞ。なんやエガーズの死んだの。あれやべ、バルガ壊される。遠いな。誰かよろしく。何で死んだよ。地獄。バルガを守るのが地獄じゃない。え、そんな遠くで俺から離れるんじゃねえ。ずれた。あざーす。超長松で。どう。あ、バルガもう一個呼びた。その子。おいさ。ええことです。バルガ呼びたい方だよ。ほらなんかすごいのが来たで。エルギネスはバルガ任しとけ、勝手に殺してくれるんだろう。殺してくれないんじゃないかな。多すぎやろこれ。ちょっともう終わった。次のが見ようか。奥から来てる。なんかめっちゃ削られてる。距離が落ちる。もう半分削られた。なんかすげえの来てない。お、お前の相手俺だ。いけ。超大量の。ほら。食い上げ。処理落ちが。おいよ。手が震えとる。あれシールドベアラー来てる。え、なんだこの雷。バルガナッコー、バルガナッコー。バルガの雷かな。バルガナッコ
なんか誰か死にそうな声が。もう認知だな。え、でも同じぐらい数あるぞ。痛い全部俺に来てる。残り20万。バルガダウン。あ、バルガこけることなんかね。うん、入ろうか。燃えすぎて敵が見えへん。処理落ちすぎてわけがわからん。プロでしょ。プロなのに。無理だ、もう無理だ。バルガ死んでるぜ。いや、普通に動いてるけどな。シールドベアラー壊しみたいな。またやめる。いや、あ、呼びたい放題だ。なんか一個壊れたかな。やばい、言われても。うわあ、いくらでも呼べる。でもシールドベアラーの中入ってみたけど。いたいた。飛行物体を確認。飛行型の怪物です。来たぞ。帰る？八本出てくるはず。ああ、出てくるんじゃなかったっけ？あ、蜂は出てきた。とりあえずベアラーの中に入って叩き通してしまいたい。そう、蜂はダメって。ベアラーさえやれば。蜂やばい。バックスが一瞬で壊れる。ダメだ、蜂強すぎる。巻き込まれた。蜂強すぎる。ベアラー無視した方がいいな。ベアラー殺してんわ。怖く起こせる。2人、うほー、降りたら死んだ。もうバルガも死んでる。バルガ死んでる。あさあ、じゃあ戦法ちょっと考えるか。武器変える人変えよう。